熱血戦隊危険隊じゃ。説明しよう。熱血戦隊危険隊じゃは悪の組織から地球を守る戦士たちの集まりなのだ。危険隊、3つの力を1つに合わせるとき、宇宙より降り注ぐ無限のパワーを使って悪を滅ぼすことができるのだ。危カエル君、危とはすなわち声のことなり。剣サル君、剣とはすなわち市内の打突のことなり。タイライオン君、タイとはすなわち足の踏み込みのことなり。キ切り返し千人、キとはすなわち声のことなり。3つの力を1つに合わせて、ちょ待ていい、ちょっと変なの入ってた。キが2人おるやん。キは基本1人ね。ちゃんと3つの力って言ってるやろ。4つじゃないやろ。わかるよね。もう大きいからわかるよね。ほなちゃんとしような。もう一度行くぜ。キカエル君、キとはすなわち声のことなり。ケンサル君、剣とはすなわち市内の打突のことなり。タイライオン君、タイとはすなわち足の踏み込みのことなり。です、切り返し千人、ですとはすなわち、いやですちゃうやん。確かに危険隊ですってリズム合ってるけど、ですとはすなわちって何？その後自分何言うつもりなん？頼むでほんま。ですとはすなわち、ですとはすなわち。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。もう今日は皆さんこんな悩みはないですか。普段面打ちの練習してて頑張ってるのに、よ、横から先生に、おいそれ刺し面になっとるって言われたり、小さい面でもしっかり振らんかいって言われたり、でもね早く打ちたいから振りがね小さくなるんであって、大きく振ってたらまた遅れちゃうじゃないですか。先生、小さいのがいいの、大きいのがいいの、どっちがいいの、分かんなくなりますよね。大丈夫です。今日はね、僕がこのライトセーバーを使ってできるだけ分かりやすく大きい面と小さい面の違いをお話しします。そしてその後、刺し面がなんで一本になりにくいのかっていうのもお話しします。今日もできるだけ分かりやすく説明してますので、ぜひ聞いてください。じゃあ早速だけど聞いてください。大きい面とみんながやりたい小さい面、これ一体何が違うのかな。例えばね、大きい面をそのまま小さく速くしたらみんながやりたい小さい面になるのかな。実はね、ちょっとだけ違うんです。これからその説明をするために、このライトセーバーを暗闇で振ります。そうするとこの速く動いたところがこう残像ができてね、扇形みたいにできますんで、それを見てください。2つ違うところがあります。残像の扇の大きさ、そしてもう一つは扇のできる場所です。まず大きい面は自分の頭の近くで大きい扇、残像が見えます。それに対して小さい面は相手の面の近くで小さい扇、残像が見えます。並べて比較すると、上が大きい面、下が小さい面ですが、扇のできる場所と扇の大きさが違います。どうだった、分かった。大きい面っていうのは大きい扇が自分の頭の上の方でできてました。それに対して小さい面っていうのは小さい扇が相手の頭の近くでできてたよね。明らかに違ってたよね。これはね、昔ながらの打ち方の説明でいくと、小さい面っていうのは相手の胸元を突くように入って、最後の最後で手首も使って小さく振りかぶり打つっていうんだけど、最初の胸元を突くように入ってっていうのが扇ができる場所が違うよって言ってます。そして最後の小さく手首を使って振るっていうところが扇の大きさが違うよ、こういうことを言っています。とまあそういう説明するとね、あれって思う人がいると思うんですよ。あれ、僕の通ってる道場の先生は大きい面が打てるようになれば小さい面は自然に打てるようになるよって言ってたけど、あれ先生嘘だったのかな。いや、そんなことないです。みんなの先生は正しいです。先生が言ってるのはね、大きい面と小さい面、もちろんさっき見てもらったように振りかぶりの大きさや振りかぶりのタイミング、場所は違うんだけど、その他のものはみんな同じなんです。その他のもの、何があるかっていうと、危険隊の一致、一拍子で打つこととか、
体重移動とか、それは大きい面も小さい面もみんな同じだから、大きい面が打てるようになると小さい面も打てるようになるんだよってことを言ってます。じゃあ大事なことをもう一回繰り返しますね。大きい面と小さい面の違いは振りかぶりの大きさ、大きい扇か小さい扇か、それと扇のできる場所、振りかぶりの場所、タイミングです。自分の頭の上で振りかぶるか、相手の頭の上で振りかぶるか、そういうことですね。その他のものは危険帯の位置であったり、人拍子の位置であったり、体重移動であったり、その他のものは全部同じです。じゃあ今度は刺し面の話します。刺し面は今度一体何が違うのか、みんなの考えてること分かりますよ。早く、少しでも早く打ちたい、用意ドンで負けたくない、そう考えてるでしょ。そうすると刺し面になってまた先生に怒られちゃうよね。刺し面になってるわ、小さくてもしっかり振れ、言われてるでしょ。これもさっきのライトセーバーで見ると一発で分かります。刺し面の場合は扇が全くできません。並べて比較します。上が刺し面、下が小さい面ですが、刺し面の方はやはり扇が全くできません。これは振りかぶりが全くないからです。どうだった？大きい面は確かに大きい扇ができてました。小さい面は小さい扇ができてました。だけど刺し面は全く扇ができてなかったですよね。これは扇ができないってことは竹刀を振りかぶってないってことなんです。今日僕このライトセーバー使って一番話したかったのは、たとえ小さい面打ちだとしても最低限の竹刀の振りかぶりはいるよってことなんです。竹刀は日本刀の代わりっていうのはもしかしたら先生から聞いたことあるかもしれないんだけど、刀を想像してみて、刀ってみんなこうやって振りかぶって振り下ろして切ってるじゃない。刀をこうやって切る人いないよね。だから刀で物を切るときにはこう直線じゃ切れないんだよね。必ずこう円運動、円を描くように振りかぶらないと切れない。これが刀の使い方なんです。だってそうじゃない、素振りやるときもこうやって大きい円運動してるでしょ。こういう動きでしょ、振りかぶって。それが試合になるとなんで突然こういう直線的な動きになるの？振りかぶってない、刀の使い方じゃない。だから一本になりにくいんです。じゃあ大事なことを繰り返します。面打ちっていうのはこういう円運動、振りかぶって振り下ろすっていう動きなんです。扇が必ずできます。小さい面でも必ずできます。その点刺し面っていうのは、ああ電池切れたわ、刺し面っていうのは直線運動だから、いくら速くても切れない。だから一本になりにくいんです。小さくても最低限の振りかぶりは必要です。いかがでした？以上が大きい面打ちと小さい面打ちの違い、扇の大きさ、扇のできる場所、そして刺し面との違いでした。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。